スタートしました。さあまずは正面スタンド前の先行争いです。まだ広がっています。位置がそれほど定まりませんが、ストロングタイタンがまず前の位置を取りに行きます。内からはカフェブリッツも後位、そして3番のタニノフランケルは控える形、現在2番手3番手の位置、外10番のシャイニービームと固まって、直後ですが2番のアイスバブルが行って、その外にノーブルマーズがつけました。若干馬群開いて7番のレトロロックは中段ポツンと進んでいます。その後外目に5番のアイスストームつけまして、各馬1コーナーカーブしていきます。さあレースをリードすることになったのは13番のストロングタイタンです。リードは4分の3馬身、控えて2番手谷のフランケルが追走です。3番手3頭4頭固まっていますが、外からわずかにノーブルマーズ首を覗かして単独の3番手の位置上がりました。そしてそのうち1番のカフェブリッツがつけています。その外にいるのがシャイニービーム、間2番のアイスバブルと固まっています。直後ですが若干外目5番のアイスストームが追走して、その内にコースを取っている7番のレトロロックが行っております。そしてその後の集団ですが、11番の栗のヤマトの王が中段の位置につけまして、その後ですがアドマイアールは、そしてメールドグラスは後方から3頭目を進んでいます。800切りました。そしてその後にカデナ、最後方から4番のアウトライヤーズという体制です。先頭から最後方まで馬群ギュッと詰まって、各馬3コーナーカーブ。ラップを刻むストロングタイタンのリードは現在体半分です。2番手の位置タニノフランケル、ノーブルマーズ、そして外から2番のアイスバブル、そしてアイスストームと動いてまいりました。そしてさあ後方からぐーんと今まくるように上がっていったアドマイアアルバ、アドマイアアルバです。さあ第4コーナーカーブから直線構成、その直後メールドグラス直線構成向かって、今度は間からノーブルマーズが先頭に躍り出てくるか。谷野フランケル、谷野フランケル、ストロングタイタン残り200を通過した。その後栗のヤマトの大外から8番のメールドグラスぐいぐい伸びてくる。あとはゼッケン9番のカデナも接近してくるが、先頭はゼッケン8番のメールドグラス、メールドグラス合輪、9番のカデナの追撃を振り切っております。外をついて伸びました。後方待機策、勝負どころ一気にまくっていったメールドグラス、川田優雅騎手、最後は内の各馬をなで切り、そして最後追い詰めた9番のカデナ、わずかに及ばず2番手です。